日本語が話せないロシア人美少女転入生が頼れるのは、多言語マスターの俺一人、をレビューします。本作は一時期ネットで晒し上げられていたためご存知の方もいらっしゃるのではないでしょうか。どう晒し上げられたかって、ナローに生息する最底辺ゴミウジ虫どもの妄想が形となったやつだと、全員でバカにしていたってことだよ、言わせんな、恥ずかしい。恥ずかしいのは本作の存在か。ナローは日々底辺ウジ虫のクソ妄想をジャンルを変えつつ新職後披露大会をしていて、本作もまたその新時代のウジ虫妄想の雛形ですね。まあ多分これ以前にも、パクリ元となるウジ虫妄想があったわけなのですが、一番早く悪名がとどろき有名になったのが本作ですね。同時期だと、クラスで最底辺の俺が年収1億の配信者で幼馴染みにざまあするだとか、そういうウジ虫妄想もありますね。いちいち他人にマウントを取ったり優越感を得たりするあたり、真なる意味でナローの底辺が求めるクソカスウジ虫妄想だなという実感を得る次第ですね。まあ言うてあれですけれどもね、ヒロインがブッサイクだったりすると、差し絵で釣れないので、陰キャの俺が突出したスキルで美少女のハートをゲットだぜ、というのも、ラノベ的には正しいですね。内容の出来は別としてプロ絵師の表紙等でラッピングして騙して売るというのは、昔から続くラノベの伝統的手法ではありますからね。綺麗どころが表紙にいた方が目は引くわけですしね。それはそれとして、地味なクラスメイト3人に襲われて絞り尽くされる、というエロ漫画はマジで最高でした。それでは裏筋から、とある学校にロシアから留学生が来たぞ。日本語難しいです系な感じであり、多少は日本語を喋ることができるのだが早口で詰め寄られると無理な感じのところ、クラスのイケメンをはじめとした一行がガンガン日本語でしゃぶりかけに行くぞ。すると美少女留学生は泣いてしまいました。イケメンはクズ系イケメンらしく空気を読まず、なおも詰め寄っていくぞ。やれやれ見ていられないな、やれやれ。邪険ロシア語が堪能な Y が話しかけに行くやでー。なおもともと知り合いである模様。というわけで美少女ちゃんとネイティブロシア会話を堪能していると、周囲のイケメンたちから文句が出るぞ。何わけのわかんねえこと言ってんだ。外国人と外国語で会話をしていたらわけのわからない認定をされたでござるの巻。こいつら頭に脳みその代わりにプリンでも詰まっているんじゃないっすかね。ロシア系の話だしボルシチにしておくか。さて美少女ちゃんはまだ日本語があまりわからず、それゆえ詰め寄るイケメンたちに、彼女は日本語がまだよくわかっていないので話すときは Y を通して、と、自然な感じで伝えると、なんかブチギレられました。抜け駆けするつもりだと思われたらしいです。語学の習熟度に対して言及をしたら恋愛脳に抜け駆けだと返されたでござるの巻。さてイケメンたち的には陰キャ底辺の主人公、カッコース。を美少女留学生に近づけたくないらしく、その事実について提示したところで第1話が終わりました。終わり、切り方おかしくない、起承転結の起しか起こってないのですが、もうちょっとこう、ペース配分というか、これは明確に漫画版独自の問題点ですね。忘れてた。おろろ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 。陰キャの自分への誇りとイケメンへの偏見が強すぎる。ピッ、そりゃ晒し上げられもするわ。特に外国語で会話をしていたら、わけわかんねえことを言ってんじゃねえよ。は、ものすごいゴミなローテ知能指数を持っていますね。濃度高すぎてスカウターもぶっ壊れそう。下手するとマガジン世界のヤンキー高校とかよりも理性と知能が低いかもしれませんね。さて陰キャ底辺の主人公であるわけなのだが、彼は在日米軍基地に入り浸り、マーシャルアーツをたしなむことを趣味としているのだ。米軍の一部会社に寛容すぎ、寛容すぎない、自由の精神が行き過ぎて形になっていそうな彼らに圧勝できるほど強い主人公であるが、その実彼は米軍基地に住み込んで通訳のアルバイトをしているのだ。高校生の時点で、通訳のアルバイトができるってパネーっすね。ていうか米軍基地に住み込みでできるんだそれ。なお隣の部屋に住んでいるのは美人で巨乳のブロンドガールである。姉みたいな人らしいっすよ。高校生通訳者で米軍基地住み込みで隣の部屋が女で巨乳でブロンド美人になる確率ってどれくらいでしょうね。ワンチャン宝くじ一等よりも確率が低そうな位置にいそうな彼であるが、
どうやらそのブロンドガールに、はっはぁ、なんとベイビーができちまったんだ。相手はモロチンボーイさ、はっはぁ、というのは嘘らしいです。アメリカンジョークすごいですね。それほどでもない。日本で同じことを言うと空気が凍りつきそうですが、アメリカの人は空気がほんわかするんですかね。さてそんな彼女に招かれて部屋に入ると、なんか体育座りしている女の子がいたぞ。まるでお人形さんみたいだ。ラブドールじゃないわよ。かっこ原文ママキリ。やっべ寒すぎるわ寒。確信したわ、これキャラがどうとかじゃなくて作者が寒いやつなんだわ。さて晒されるべくして晒された作者は置いといて、ブロンド美人は少女に話しかけるぞ。あいつどうしようもない変態だけど頼りにしてやって。と伝えたら怖がって布団に逃げたぞ。そりゃそうやろ。っていうか自己紹介っていうか業務連絡でふざけんのやめろ無能。さてブロンド美人は部屋から出ていき、早速彼女とロシア語で会話を始めるぞ。だが怖がられたので、ここで秘蔵の歴代大統領のマトリョーシカ人形を見せるとなんか食いついたぞ。食いつくポイントがわからん。歴代大統領マニアか何か、すげえ趣味してんなこいつ。ちなマトリョーシカ人形は日本の入れ子人形が由来らしいっすよ。都市伝説の方だと共産主義の精神を形にしたおもちゃとか言われていますが多分誤りですね。さて仲良くなったのでナロー特有の頭撫でを行おうとしたところすげえ拒否されたぞ。そりゃそうやろ。お前クラスメイトの女子に仲良くなったからって同じことするんか。言ってみ。さてここでブロンド美人が帰ってきてあやつはケダモノよ。とかなんとかまた言いやがったので、マトリョーシカガチ勢の少女から全力で警戒されてしまったぞ。頭撫での方が大きいと思うのですが、なおガシャポンを一回おごってやると好感度がセックスになりました。ちょろ、ちょろ、ここの人間不信なのか不信じゃないのかどっちだよっていうキャラのブレ方はまさにゴミなろう。あ、ちなみにガシャポンの正式名称はカプセルトイらしいっすよ。さて後日、自室のドアを開けるとマトリョーシカグルイが主人公のベッドで寝ていました。こいつの AT フィールド緩すぎか。あって数日の男のベッドで寝るとかどんな神経してんだ。なおそれを見て男はガチガチに勃起しました。こいつもこいつでプライベート空間判定緩すぎやろ。なおその後も少女の姿を見ると勃起するようになったらしいっすよ。おねショタのショタ並みの旺盛さやな。さてここでなぜ男が語学堪能であるのかという質問をされたので回想に入るぞ。それは父親に連れられて世界を回った時に、現地の人々と会話ができるようになるのが楽しく、それゆえ多言語をマスターしてしまったのだという事情を話すぞ。なおその回想エピソードにて、ロシアで暴漢に絡まれて暴行されそうになったのを父親が止めてくれたという話があり、それ普通に考えてチンピラじゃなくてマフィアじゃねえのって描写がありますが、多分作者の認識だとただのチンピラなのでセーフだったらしいです。さてその父の姿を見て、自分も父のように強くなりたいと願いマーシャルアーツを極め現役米軍に勝てるよう鍛えたのだ。加減しろバカ、主人公の性能が陰キャ底辺の烈鋭妄想全開でいやーきついっす。なおその際に頭を撫でられて安心したのでごく当然のように少女の頭を撫でようとしたんだってさ。お前もう一回言うけど、クラスメイトの女子全員にも当然それをやってるんだよな。癖になってんだ、女の頭を撫でるの。なら全員に等しくやらないとおかしくなるぞこら。なお父親は3ヶ月前に事故で死にました。それを伝えるとなんか少女は泣き出しました。どうやら彼女も同じように肉親を失ったんだってさ。それゆえ日本のブロンド美人のところに来たそうです。じゃけんその話を聞いたので頭を撫でましょうねー。今度は拒否されなかったぞ。いやーよかったよかった。ボーロロ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 この世界の女子頭おかしい。おかしくない。数日前に会った同級生で異性の他人に頭を撫でられたらとっても安心しちゃったんだ。きっしょ、そんな奴が本当にいるなら私の前に連れてきてみろよ。晒し上げるからわらわら、というようなことがあって出会って数日で頭撫でを許すほどにマジできっしょしね好感度がセックスになった。少女は晴れて主人公のクラスに転入してきたのだ。だがクラスの嫌われ者である主人公が、彼女の世話をするなど言語道断なので、イケメンたちは騒ぎ立てるぞ。ここでイケメン白身の提案、先生、
転入生ちゃんを世話する係を正式に決めようぜ。下心がある奴に任されても困りますからねー。そして世話係に最もふさわしいのは、当然、この俺、イケメンブワー、バーン。そりゃさらされもするわ。なろう系知能デバフが異世界転生チートのそれとは比較にもならねえ。しかもこのゴミの場合、異世界人知能デバフではなく現代日本人知能デバフですからね。立ちも性根も性格も何もかもが悪すぎる。これゴミな朗読者は賛美するってま、アホちゃう。いや知ってたけどさ、ゴミな朗読者がアホなことくらい。宇宙誕生前から定められた真実だし。さてイケメンくんの提案は先生からのロシア語で話しかけてクレメンスという提案によって、あっさり粉砕されてしまいました。わあイケメンの野郎ザマーだなぁ気持ちいいなぁ。この一連の流れで優越感を覚えてザマーをできると思える人生を一度は垣間見てみたいものです。いややっぱり日本語すら通じなさそうだしいや。ウジ虫と人間では言語が違うからねしょうがないね。さてその後主人公様の堪能なる語学ぶりをアピールして無事少女のお世話係となり、今後彼女に対する全ての案件は主人公を通じて行われることとなりましたとさ。やれやれ、さて帰り道、それほど少女に興味がない主人公の友人ポジがクラスの男連中の様子を伝えてくるぞ。なんか少女の歓迎会ってことで全員で海水浴に行こうとしてるんだってさ。これにドン引きしつつきも、と漏らす語学堪能スーパーマン主人公様でしたとさ。当然のように女の頭を撫でにかかるお前の方が海水浴に行こうとするクラスメイトの先輩はキモいぞ。なお少女は乗り気のようです。炉では海水浴ができる場所が限られており、初体験となるので下心とかは別として行ってみたいんだってさ。でも初体験なので当然水着は持っていない。顔にも日本語はまだ読めない。よし、主人公くんが一緒に水着を選んでね。きっしょ、普通にきっしょ、欲望漏れきっしょ。そうだねー美少女に頼まれて水着を一緒に買いに行くってとっても魅力的だよねーははは、ははは。つらい。今回は普通に再クソ更新なわけですが、漫画という概念のものを読んでいてここまで辛いのは、未だかつてないと断言できますね。同じ講談社のゴミである瀬尾浩二とか比較にならん、あいつのも欲望がダダ漏れで相当辛いですが、所詮その漏れ方は少年向けの浅いものであり、一方このゴミはマジで、正真正銘、一切の濁りなく、社会の最底辺を生き今後も今も生き続けている、アラフォーの童貞おっさんによる深く汚すぎる欲望であり、その質からして、ねっとりと汚物がまとわりついてくる不快さと精神を蝕むおぞましさを同時に持ちつつ、それらを絶対に叶うことはない理想の自分という悲哀に満ちた存在に重ね合わせごまかし、過酷すぎる現実から目をそらしせめて夢の中でくらいはそうありたいと考えざるを得ない悲劇が、器用の小銭稼ぎという貪欲なる強欲を経て不運にも漫画という形を取り実体化してしまった。おおよそまともな人類社会には必要とされることは決してない何かを視覚を通して見ている感じです。一言で言うなら、滞在。ですかね、すべての滞在を煮詰めたものを見ている感じです。ちなみにこのゴミこと人類が生んでしまった罪化ですが、まだ半分くらいしか裏筋を言っていません。邪剣もう半分量の、形を持った、辛い、を見ていきましょうねー。さて水着を一緒に買いに行こうと言われた主人公くんだが、当然激しく勃起。水着とは、あの布一枚しかない。下着と役割が変わらないあれを、夫でもない俺が、ああ、お前水泳の授業と稼働しとったねん。登校拒否児童か何か、まあ最近は男女別に水泳の授業をしようとかいうフェミナチどもの動きもあるらしいですから、そういうのかな。さてこの反応に少女はやっぱり君ってちょっとエッチだよね、と笑うのでしたとさ、エッチだとかエッチでないとか以前の問題としてこいつはすでにお前の普段着の姿を見て目の前で勃起しとるぞ。というわけで水着売り場にやってきたのだ。水着をまともに直視できない主人公くんは、ギョロジューと化してしまったぞ。ちなみに、水着姿、ではなく、水着、を直視できない状態です。どんな生き方をしたら高校生にもなって、水着、を直視できなくなるんですかねー。その後水着を選んでくれと言われたので目をつむって手に取ると、子供用水着でした。なお少女は着る模様。そしてパッツンパッツンになってしまったぞ。
ははこれはすごいギャグだなぁ。なお生地をベロンベロンにしてダメにした分際で買わない模様。お店の人かわいそう。店に入ってきた高校生カップルがお遊びで子供用水着を着て損失が出たでござるの巻。そして最終的には T シャツタイプの水着を選んだぞ。ここ、書き分けができていなさすぎるせいなのか、普段着と全く見分けがつきませんでした。この水着にしよう。完全に普段着と同じ、であり、初見だと何を言っているのかがわからなさすぎて脳がバグりました。伝先生のうバグ怖いなぁ。さて帰り道、唐突にチューされました。なんで、なんで、なんで、ロシアでは馴染みのある挨拶だし今日のお礼ということなのかな、とか考えていると、少女は顔を真っ赤にして日本の夏は暑いねぇとか考えていましたとさ。ふーん、きっしょ、というわけで海水浴当日、イケメンは電車に乗りながら自身の壮大な計画を喋っていました。喋っていました。車内ではお静かに。一体どこまでイケメンをアホに従うんだなろう。なお主人公一行はバイクで向かっており、これを見たイケメンがさらに車内で騒ぐのだった、というわけで着きました。主人公のバイクにて海水浴場に着いたわけであるのだが、その際主人公は完全にスルーされました。どれだけクラスで嫌われとるんやこいつ。いやまあ仲良くなった判定をした瞬間に頭を撫でに来る精神異常者だし、嫌われるのも当然か。ちなみに美少女とバイクでタンデムは青少年には刺激が強かったんだってさ。もうちょっと性欲抑えよ。なおイケメンはすでに到着していました。電車早すぎー。駅と海水浴場が直結してるのかな。そしてここで挨拶を求めてきたぞ。カモン、チークキス。でも事前に注意をされていたから安心。そういう挨拶を求めてくる奴はほぼ確実に、下心からそうしているから遠慮なく嫌だって言うんだぞ。誰よりも下心がある奴が何を言ってんだ。なので断るが、イケメンは引き下がらず挨拶を強要してきたぞ。小学校の先生か何か、ちなみに主人公は呼ばれていないのに来たようでイケメンからくっそ文句を言われました。ああ、さっきの主人公無視ってそういう。作者の実体験に基づいたのかな。というわけで早速水着にお着替えじゃあ、当然少女は男子女子問わず囲まれてしまうが、これに困惑してあわあわしてしまったぞ。この場を切り抜ける方法は一つ、主人公の鍛え上げた肉体を披露して女子を引きつけ注意をそらすことだ。ああ、エッキも、ここ、このゴミの中で一番妄想極まってるだろ。女子は筋肉を見せれば無条件でびしょびしょになるとか思ってない。マジでキモいんだけど、そやジャニーズの筋肉には需要はあるだろうけどクラスカースト最底辺の筋肉に存在価値はないぞ。ちなみにその様を見て的漁師かガチ勢の女は嫉妬しました。せめて人間の感情はしていて、ちなみにロスケに興味がない友人は海の家でキュウリを食っていました。何その屋台、今若者の間でホットな海の家は生のキュウリを出す屋台ですね。これは間違いない。ちなみにロスケは嫉妬してふふ、話を聞いてくれません。おいおい友人、なんとかしろよ。次の瞬間仲良く海で遊んでいました。キングクリムゾン、あるべきページを吹っ飛ばした。友人なんとかしろよ。から何もせず仲も治っているって尋常ではないことが起こっているぞ。なおキュウリを食ったら機嫌が治ったらしいです。この世界キュウリに対する信頼が厚すぎる。さて筋肉を見てびしょびしょになった女がまたバイリンガルマンにすり寄ってきたぞ。そしてなんか謝ってきたぞ。何も悪いことをしていないのに素直に謝れるの人間できすぎと違う。邪険はい、友人、ロスケ、筋肉濡れの4人でビーチバレーをしましょうねー。あの、他の人は、クラスメイト大人数で来たはずなのだがそれを全く活かさないまま少人数の話となり、しかしながら筋肉濡れのおっぱいプルンプルーン、だったのでロスケは執拗に胸を狙いサーブ、そしてそれをすべて胸で受け止める筋肉濡れであった。文句を言ってるが逆に狙わないとできないやろそれ、その後筋肉濡れと一緒に泳ぎに向かったロスケであったが、ここで何やらアクシデント、唐突に溺れました。そこ、足ついてたんですけど、サメ映画暗い海岸の水深適当だな、というところで第一巻終了です。おろろ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 ろ
生理的な気持ち悪さだけでも全作品中トップだし、込められた陰キャの汚らしい欲望要素についても一切の隙間なくギッチギチに詰まっているし、一方でチート転生なろうみたいな飛び抜けて逆にネタにできそうな個性も存在しないし、かといってラブコメとして見てもちょろうぶちょろかつ人外の感情の動きをしていて最底辺を突き抜けてるし、それぞれのエピソードを抜き出してみても漏れなく突っ込みどころが必ず一つは入ってくるし、現代日本人であるはずのイケメンというか主人公以外の存在には知性デバフをかけているし、そして知性デバフをかけた理由は明らかに陽キャに無様を晒させて見下すためだし、ありとあらゆる要素がクラスの嫌われ者の俺こと陰キャが実はハイスペックであるがために、当然周囲は俺以下なので当然美少女もこの俺に無条件で懐くし当然他の女も懐くし、いやー俺ちゃんかっこよくってご、め、ねえ、という願望のみで構成されており、到底人類が切り出したとは思えないほどの邪悪さと醜悪さに満ち満ちていますね。一応私はこれでも人間なので、やはりゴミなろう作家は私とは違うということを再認識できましたね。とりあえず私が言いたいことを一言にまとめるとするなら、本当に気持ち悪いと思いました。ですね、すべてのサイクソを過去にする真のサイクソが爆誕してしまいましたね。ここまでひどいのは、まあ、出版されていないのだとありますけれども、少なくとも企業が必死こいてゴリ押し出版した中では、本作がぶっちぎり中のぶっちぎりでトップでしたね。1月のサイクソ連中がマイナス5億点だとすると、マイナス5経点くらいありますね。本当にひどいです。これを塗り替えるやつとか今後出るんですかね。いやまあ、出るんでしょうけれども、当然。だってなろうだし。人類未満の頭を舐めてはいけない。あ、そうそう。人外専用装備であるこのゴミであるわけなので、当然のことながら、Amazon レビュー欄も酷評ってレベルじゃないです。盗作を除くと今まで見た中で一番ひどいですね。何せ星5工作以外全部星1、2ですからね。ガチすぎて逆に低レベルです。話自体もそうですが漫画としても不備があり、とても売り物として定義できないですからね。まず、少し言いましたが話数の切り方がおかしいです。4コマ漫画で例えると1コマずつで、それぞれを1話にしている感じです。そのせいで切りがいいところまでは進まず、常に何が言いたいんだこれ、という感覚に支配されます。単行本で読んだ時に、完全に話の途中なのに第2話とか第3話とかの表示が出てきて驚愕するってレベルじゃないですし、これについてはそもそも漫画アプリで連載している形態なのでこのようになっているという言い訳も、提供側はやってきそうですが、単行本で読んだ時ですら切り方がおかしくて違和感があるのに、これをそれぞれ単話提供のアプリで見るなんてことになったら、常に、これで終わり、となることは間違いなく、不完全燃焼ってレベルではないです。売り物としての体裁が整っていない、そしてさらなる問題点は画力です。へったくそですね。特に男がひどいです。純粋にキャラの描き分けができておらず、そして顔もいわゆる半声、全員同じ顔なので、髪の色以外で見分けることができない状態となっています。そのせいでイケメンと主人公に、差が見られなくなってしまい、同じ顔をした奴が振る舞いと言動のみでこいつは OK こいつはダメと、振るい分けられてしまっているように見えます。キャラの内面を見るラブコメとして見ると正しいですが、現状イケメンは作者という神の意思によって明らかなる愚行を取らせられてしまっているため、それは才の判別というよりもただのエコひいきとなり、それがまた不快感を助長させてきます。イケメンがちゃんと行動までイケメンで、それでもなお顔が微妙な主人公に対してロスケが惚れるという、こういった基本のプロセスを怠り、ただ俺が生きりたいからという汚ねえおぞましい意志によって、行動を歪めてラブコメの側をかぶった別の何かの根源的恐怖を覚えるごっこ遊びを見せられては、もはやただの人類には到底耐えきれるものではなくなるのも当然の帰結と言えるでしょう。そして小回りや構図もおかしいです。純粋に技量が不足していて差をつけられないのでしょうが、せめて拙いなりにプロとしての試行錯誤の跡が見えるならまあ売り物としての価値は別として、その頑張りについて評価できなくもないのですが、全く一切これっぽっちも感じませんからね。それ、
ここまでただ愚直コミカライズを実行されては、正直に申し上げて誰が書いても同じ、であると、そのように判断せざるを得ません。そしてその誰が書いても、というのも、画力的に考えて、その誰かの方が画力が高くなる可能性の方が高くなるわけなので、そういう意味でも救いようがないです。話だけではなくここまで漫画面での不備を勢揃いさせられては、人間では高評価など不可能でしょう。総評ですが、シンプルに気持ち悪い。間違いなく過去最高にして最低編の最クソ、ですね。ここまで最クソをぶっちぎっていることに対して恐怖しか覚えません。そして何よりも、これを賛美する輩が企業の工作員以外にも存在してしまっているという絶対的な事実に、人類社会そのものの闇を感じます。もしかしてあなたの隣人は、人類ではないのかもしれません。最後に漫画家についてですが、もう絵とかについてはいいですから構図くらいは頑張ってください。漫画を面白くしようとする努力を一切感じないのはいくらなんでも問題です。悔い改めて、それでは今回紹介しましたゴミな老界隈の最底辺にうごめく闇の住人たちが心から望む漆黒の理想像。日本語が話せないロシア人美少女転入生が頼れるのは、多言語マスターの俺一人、ラブコメの側だけですら取り繕えてはいませんが一度手にとゲーボーロロ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 暗黒生成物を他人に勧めることに対して拒否応答が出てしまいました。買わなくていいです。こんなん読んでたら頭おかしなるで。私ですら普通に頭おかしなりましたからね。以上です。ほな、また。